競馬僕の無駄です。今日は、土曜日の京都6レースと、京都12レースを取り上げたいと思います。まず6レースですけども、7番のダイナミックガイという馬、前走休み明けで、中京のナズナ賞というのを使ったんですけども、この時は、ね、出遅れが答えて、で結局ちょっとポジションが悪くなった分、もう直線も、ね、内枠でさばけず、ずっと、ね、窮屈な感じになって、最後まで、ね、目いっぱい追えないままに終わってしまいまして、はっきり言って、ね、度外視できるレースでした。もともと、ね、オープンでも2着があるまで、実力的には、ね、500万なら上位と思いますので、スムーズに運べれば、ね、ガラッと変わっていいと思います。で、相手はまず5番、ジェネロシティ、そして時効条件で1004に戻る1番のヒルノクオリア、そしてね、ピンゾロ、これも同じレースでね、6着だったんですけども、これもね、前走プラス20キロだったので変わり目は大きいと思います。で、このダイナミック外から、馬連と、3連単の1、2着で勝ってみたいと思います。次は京都の12レースです。ちょっとね、混戦メンバーではあるんですけども、12番のゴッド・ツェッペリンという馬はね、信頼できると思います。前走はね、ペースが速くて、ドンピシャの展開になったかなというところだったんですけども、そのもう少し後ろにいた馬ね、うまくはまってわずかに負けましたけども、内容的にはほぼ勝ちに等しい内容かなと思いました。レースがね、自在にできて、追われてからもね、しっかりしてて、前走でね、はっきり目処が立ちましたので、今回はね、相手関係も考えるとかなりチャンスじゃないかと思います。で、相手は、2番のエイシン・ブランコス。これはね、前走休み明けで勝ったんですけども、だいぶね、パワーアップしてるようなんで、昇級しても面白いと思います。そして、4番のアンバルト。これはね、1400メートルでちょっと甘くなってるんですけども、今回1200メートルなので、存分にね、スピードを活かせると思います。そしてもう一頭、アキノモーグル。これはね、ちょっとね、気難しくて当てにならないんですけども、外枠がね、うまく当たりましたんで、スタートを決めてね、折り合いと、問題はあるんですけども、そのあたりもね、スムーズにつけばね、一発があってもおかしくないと思います。で、このゴッド・ツェッペリンを軸に、さっきほど挙げた3頭を主軸に、勝ってみたいと思います。